村先生、こんにちは。エリアトラウトよりクリアボーターに低い色を教えるぐらい、マッティーボーターの方が、マッティーとクリアは同じなんですよ。クリアボーターは基本的には派手にするか地味にするかどっちかなんですよ。ね、でただクリアすぎる缶釣りっていうのは、大体ダメ。ダメなところが多いの。ね、釣れない。で、雨が降ったりなんかして濁りが多少入ると釣れるようになるのよ。ね、だから鹿島入りなんかもあんまりクリアすぎるとあんま釣れない。でだから僕らが行く時には1週間のうちに水曜日が雨だって言うと水曜日行くの。雨の日狙っていくの。ね、濁った時のクリアな時のワンアームやルーラーのカラー使い分け。クリアだったところが濁ってるのか、例えば霞みたいに濁ってるとこ、基本的によく見えるっていうコントラストではっきりさせるのに白とか黒とかっていう部分が、白はね、逆に言ったらあのパールホワイトとかカモフラージュになってきますね、濁ったところではね、黒はもうはっきりこのシルエットで見せるというようなところでね、だから僕なんかよく白黒はっきりしようと、ね、そういうところになります。もともとクリアなところであれば、ね、あの派手めなカラーかナチュラル系か どちらかになりますよね。クリアなところでナチュラルしか使ってないところで、使ってる人が、ね、そういうのばっかり使ってるところ派手なものを投げるとブックンブックンに釣れたりなんかしますからね、はい、逆にあのナチュラル系のグリーンパンダとかあの辺使うと全く食わなかったりね、してくるのもあります。切り抜き動画見た皆さん、こちらの方がですね、村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね直にお答えして、村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく。